皆さんこんにちは、ゆりあと申します。それではペルソナ4剣からやっていきましょう。今日はどこにも行けないんだっけ。あ、行けないか。じゃあ寝るか。そうか、なんかできるんなら本でも読もうかな。じゃあ先生シリーズ。弱虫先生と愉快な仲間を読んでみようか。まあ、さらっと読もっか。すぐ泣き文句ばかりの教師が逃げ腰で教育にあたる姿が書かれている。弱虫先生をサポートする同僚の先生ら、ん、厚木先生、隠れ先生、泥酔先生らと過ごす平凡な日常。名前どうなってんのよ。優しい気持ちになった。寛容さが高まった。まだ続きあるから次回読もう。今日は休日で学校が休みだ。暮れ近く霧がこの世界を飲み込むというのは本当だろうか。とにかくそれまでに倒さなければならない。今日はリセちゃんと話そう。先輩、なんか疲れた顔してない？そうだ、今日は私とどっか行こう。一日あれば十分リセットできるよ。で、また明日から頑張ろうよ、ね。今日はリフレッシュしよう。はい。課題。言葉少ないリセのリクエストでやってきた。ここも霧に追われてる。先輩、私ね、考えたの。カナミの活躍のことを聞いたとき、頭真っ白になったの。なんでかなって。だって私はアイドルがもう嫌で芸能界を飛び出したはず。だったら何も問題ないはずなのに。なのにやっぱり悔しかったみたい。なんでだと思う？そうだな、やっぱ未練があるんじゃない？ないつもりだったけどきっとそう。スポットライトに照らされてもてはやされていたリセチ、それもやっぱり私で、その私が奪われたから。別人になんて慣れっこないんだよね。地味で暗い私から逃げて、アイドルからも逃げて、今度は難事件を解決しようと奮発する私ってとこ。それもさ、結局逃げてるだけなのかもしれない。ただそんな自分でありたいってだけ、目を背けてるだけ。きっと役目が終わったらまた元通り、本当の私をまた追いかけられる。追いかけるか。全部が私だったからね。私ね、もう逃げないことにしたの。いろんなことから目を覚めたくない。ちゃんと一人の人間の私としてこれからは頑張ろうって思う。リセちゃんはまっすぐな目で胸の内を語ってくれた。9か、もうそろそろか。リセちゃんの組ランクが9に上がった。恋愛のペルソナを生み出す力が増幅された。私やっぱりこの町に来てよかった。だって先輩に会えたもん。近づいてもいいんだよ。今日は私もう帰らないと。止まっちゃえばいいのに。かわいいな。バイバイ。リセちゃんを家まで送り帰ることにした。
も出かけられないんだっけ。ああ出かけられない。ああ変わらないよね。もう変わんないか。そうか、今ずっと一人暮らしの電話誰。黒宮先輩、たく何やってんすか。ぼやぼやしてる場合じゃないっすよ。明日テレビのとこ行きますよ。あ、ごめんね、ちょっとコミを上げまくってた。じゃあそうするわ。電話は切れた。幹事君からお叱りの電話をいただいたよ。明日テレビの中に行こうか。じゃあ今日は作業テーブルでバイトしよう。封筒張りは根気、伝達力、あ、寛容さだっけ。なんか必要なのがあった気がしたけど、ステータス、根気、根気あげるか。封筒針だっけ。本気が高まった。2000ちょっと安い。住人地。チース。おおはよう。昨日はお叱りの電話ありがとう。私は今日テレビの中行くよ。うっ先輩、朝会うの久々っすね。しかし真犯人が職場の警官ターナ、あ、現、違った、現職の警官ターナ、恐ろしかったぜ。全然違うじゃん、どうした私。ちゃんと読もう。しかし真犯人が現職の警官ターナ、恐れ入ったぜ。だがもう迷うところは何もね。ただ言ってそんでぶっ潰すだけだ。気合い入れていこうぜ先輩。もちろんだけど万全に準備していこう。ああそうっすね。今回は誰を助けるんでもね、仕置きだ。待ってやがれ、マジモンのセメントってのを渾身で分からしてやるよ。怖そう、痛そう。あ、これ誰かから誘われるやつだ。あ、小西くん、小宮さん、そのちょっと話したいことがあるんで時間もらえませんか。酒屋のとこいると思うんで暇だったらでいいですから。小西くん、明日じゃダメかい。の調達とかに行こっかな。よし、足立をとちめるぞ。足立の追跡に向かおう。オッケー、そんじゃ案内するクマ。殺風景な寝室。うわー、こうやって見ると怖っ。デスクだよ。じゃあみんなのステータスは、あーなるほどね。ちょっと低いゴミでいくか。クマちゃん、スエちゃんじゃない、クマちゃん、シエちゃん、ナオトくんでいこう。必ず捕まえましょう。これ以上好きにはさせません。解決のために、足立をとっちめるクマ。クマ、最後までお役に立つクマ、よろしくなのね先生。ね、チエちゃん、絶対逃がさないんだからね。よし、行こうか。で、どこ。あ、ここか。じゃあ行くか。準備はいい？行くよ。
なくもなく声が聞こえてくる。はは、来いって言ったら本当に来たよ。君らは他にやることないの？揃いも揃って寂しい奴らだな。俺たちの手で犯人を見つけようぜ。今日は特別捜査本部で会議だ。ねえ、図星でしょ？恥ずかしいな、君ら年いくつよ。やばいやばい、腹痛い。あのさ、君ら学生でしょ？こんなことより勉強した方がいいんじゃない？こっちは学年トップだわ。真面目に勉強して、いい大学入って、いい会社に勤めて、可愛い嫁さんもらってさ。何必死に無駄なことやってんの？大人になってから後悔しても知らないよ。こっちは彼女複数いるんだ。嫁候補も複数だ。何こいつ、今までで一番ムカつく。もう絶対捕まえるよ。よし行くわ。道が歪んでんな。これ入れんの？あ、なるほど。あ、でも第一シャドウを発見したのでそっちに行く。後ろから。先制攻撃チャンス。ちっちゃいリンゴが飛んでるよ。パピオ、こいつは雑魚だね。楽勝だよ。じゃあこれでいくか。よう撃破。お、なんか意外と意外と簡単に倒しちゃった。あ、普通にいくか。あれ、みんなこんな強かった？結構私レベル上げあんまっちゃったのかな。あれ、しーちゃん赤ぶくのままだ。あれ、みんな結構強いぞ。お金も結構あったんだよね。あ、なんか強そうな。あ、蹴られた。あれ、本当にみんな強くなってる。え、それとも敵が弱いだけ？敵サンダー出動だじゃ。ラビデンが出てこないな。これ手入くない。普通にラッシュが勝てんじゃない。ラッホワイトライダーゲット。いや、のアルカナはなんか変化しちゃった。あ、ラッキー。しばらくの間戦いで得られる経験値が多くなった。ありがとう。お、めっちゃくれんじゃん。でも誰もレベルアップはしない。で、こっち側に、あ、ここか。あれ、入れない。ないよ、階段がないよ。階段がわかんないけど、あ、ここ、え、どこ、え、これまさか、え、ここに飛び込むの。違うところに連れて行かれた。まずい。先輩、ここ出口が見当たらない。どうしよう、どうしよう。ほら、だから言ったでしょ、学生は帰って勉強しなさいって。なんで言うこと聞かないかな。
それじゃろくな大人にならないよ。な、せいぜいあがくといいさ。お前のせいか、足立。じゃあ私たちはレベル上げに行ってきます。はい、ところ変わって天井楽土なんですけれども、なんかボスがいるみたいなので倒していこうと思います。メンバーは書いてあります。中にシャドウがいるよ。準備いいね。 OK。 うわ、何ミトコモみたいなのいいんだけど。先輩、負けないで。何、隣でカナガタやってんのはあれ、スケさん、カクさんなの。見れば見るほどミトコモやろ。頑張って。こいつは楽勝、ささっと倒してね。楽勝なのかな。とりあえずアタックで。マジかよ、効かねえのかよ。金沢ゆき子先輩、素敵。じゃあ攻撃はどう。決める。攻撃じゃない、魔法攻撃。ダメだった、ラスト1回いけ。でもこれでさ、倒していけば大丈夫じゃないかな。今のところもの雷は大丈夫だから、これで倒していけば、そして風がいけば。頼むぜ、やるぞ。誰かこいつを。優秀メンバーじゃん。こいつみんな強いし。ペルソナ、これすぐ終わるな。これすぐ終わって足立さんのところに行ける気がする。回復とかしなくても。そう、倒らねえ。お、ガジすごい。ペルソナ倒せない。へへ、こいや。難しいかな、次のターンが。マジかよ、これのよ。ミトコウモンが。ミトナ、落ちちゃうよ、間から。頼むぜ。そう、倒れねえ。さあ、ユキコ先輩、さすが。じゃあユキコちゃんに倒してもらおうかな。決める。はい、キリがないね。センス、すごい豪華。強大な敵を倒した。勇気が勝ちそうだ。あ、何もないのね。こんなにくれたのに、誰か一人レベルアップしてほしかったな。この先ってなんかあんのかな。なんもないか。隠しアイテムもなければシャドウだけかな。まあ、これはセーブポイントだよね。じゃあセーブポイントに戻って、さっきの足立さんのところに行ってレベル上げをしていこうと思います。急に出てきた足立の声。そう、君らの予想通り僕はこの先にいるけど、はいどうぞって通すわけないじゃん。ここを開く手がかりがどこかに絶対あるはずだよ。探しよ、先輩。ちょっと気になる場所があったんですが、そこまで行きます。というか道を覚えてるかなんですけどもね。そうだね、出口がないって言ってたし。あ、どうしよう、道に迷ったかもしれない。いや、でも左下の地図の通り通った道のところを行けばそれか、もう入り口付近まで戻るか。ほら、あ、ここだ、ここ。地面にはぽっかりと穴が開いている。中に飛び込んでみますか。こういうやつなの。まあ、飛び込むか。
うわ、なに？ここは？あ、そこから脱出できたんだ。すごいすごい。ちょっとはできるみたいだね。ここ、見回ると何か違う。あの開かない扉もそうだけど、完全にコントロールされてる気がする。感じがする。一つ素直じゃいかないみたいだね。気をつけて、先輩。でも、風景は変わってる。シャドウは同じだよね。シャドウどこにいるの？いた。あー、ちょっと種類は変わってきたかな。この3体、相手は隙だらけだよ。この剣長、身長以上あるじゃん。マガツマンダラ、あれ違う世界に来た。しかも第1回。じゃあここは裏世界ってこと。まあ確かにさっきの場所としたら、なんかタイムマシーンの中側、タイムマシーンの内側というか、赤と黒の部分の赤側に来ちゃったって感じかな。はあ、攻略大変そうだけど、レベル上げ頑張ってきます。見つけました。2階か、地下1階か。あ、地下2階か。しかし、シミラは諦めが悪いね。そんなに危険な目にあってまで、君ら何をしたいんだい？人として当たり前の正義？果たしてそれは純粋な正義感なのか、単に退屈な日常に刺激が欲しいだけなんじゃないの？いや、それはあなたでしょ。人を殺すことに満たされる犯罪者と一体どこが違うんだ？いや、そっちの方がヤバい人だから。こっちは誰も人殺してないんだよ。僕の言いたいことわかる？あなたがサイコパスってことがわかる。まだ時間はたっぷりある。よく考えてみなよ。確かに全てを否定することはできないかもしれないけど、そんなんじゃない。そうだよね、先輩。もちろんそうだよ、リセちゃん。3階へ入っちゃいました。入る前に撮りたかったんですが。おっと、君らまだいたの。来てみたものの、ここ意外と退屈でさ。そうだな、僕とゲームでもしようか。どうしようかな。よし、君たちはここでシャドウに捕まっちゃダメです。シャドウに捕まらないように僕のところまでたどり着いてください。はい、用意スタート。え、ちょっと待って、どういうこと？なんだろ、もう本当にムカつく。絶対許さない。じゃあシャドウと戦っちゃいけないってこと？え、レベル上げは？まあちょっと近くにシャドウいるんで、ちょっとやってみるか。一応攻撃ができないやつか。なんか普通に終わったけど、この後はなんか。あ、これは捨てようと思ったやつ。はあ、やっちゃったよ。僕の決めたルール聞いてなかった？シャドウに捕まっちゃダメって最初にそう言ったでしょ。はい、さようなら。お帰りなさい。どうする？一旦引き返そうか。
セーブするよ、ここまで来たんなら。いやだってさ、捕まったというか私が先に攻撃したんだから捕まったとは言わないんじゃないかな、足立さん。え、私が間違ってるの？え、どうなの？あー、なんか先は長くなりそうですね。こういうところでここまでにしたいと思います。なんかちょっとわからない感じで終わりましたけども、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみにしていてください。